はい、今回は岸田を評価しない日本国民が97.7%いると分かった2月19日の投票結果について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします本日ですね、まあ、ネットの,、まあその調査みたいなのがあったみたいでたまたまそれを調べていたらまあ見つけたんですけど、まあ、日本国民の97.7%がね、まあ、岸田を評価しないと、まあ、そうだろうなと思いますで皆さんもそうでしょうし、僕もそうです でまあ岸田っていうのはどこにも評価できる根拠がないんですね。でまあこういったまあ調査があったということとまあなぜなのかっていうまあことについて、えー、ちょっと真剣に考えてですね、えー、今回こちらの件をお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願い致します。まあどういったことかっていうとまあ僕は見た時なんですが岸田政権をまあどう評価するかっていうアンケートですね2月19日の時点で えー、7万3906人がまあ投票したということなんですねで、その内訳なんですが、全く評価しない92.9%、あまり評価しない4.5%、ある程度評価する1.5%、大いに評価する0.8%ということですね、でえー、先ほどのです、ね、お伝えした、全く評価しないと、あまり評価しないを合わせて、これ、まあね、97.7%って、おかしいですからね、えー、岸田支持される理由がないじゃないですか。 1で一つ疑問なんですが、評価するっていう人がですね、2.3%いるっていうのも、これも意味不明ですよね。どこをどう取って評価するのか、わけわかりませんけど、売国機民政策を繰り広げる岸田のね、評価するところがないし、まあ、この、まあ、アンケートを、まあ、そのなんていうのかな、文章では、岸田は現実を直視すべきだってことが書かれてあるんですよ。で、本当にそ,そうじゃないですか。まあ、あの全くかかあまりかは別に評価しないが 92.9、えー、92. 4.5で、えー、合計、ねえー、97.7、日本国民のお、まあ、例えば100人中98人が支持しないわけですよ、で2人がです、ね、評価するっていう意味わかんないですよね、皆さんも多分意味わからないと思うんですよで、これって何を言ってるのかっていうと、こういうふうにも取れるんですよね、真面目に。日本に、えーまあ、<coughs> 国民主権だったら、こんなことはないんですよ、だって岸田って100人中98人が、岸田のことを評価しないんでしょ、支持しないんでしょ。 で国民主権であれば、岸田なんていうのは、もう特に交代、えー、してるはずなんですよ、しかし、国民主権という日本において、えー、これができないという、この問題ですよね、だから実は日本というのは、国民主権とかね、えー、言ってますが、それは偽りである可能性があるんですよで、そういったことを僕たち国民が気がつかないといけないんですね、えー、こういったまあおかしい矛盾を抱えながら、まあ、日本で、まあ、僕たちが苦しいながら過ごしているということです。 で何よりも90、約8%の人が支持しない人間がですね、日本の内閣総理大臣をしているという、この現実ですよね。うん。この現実が僕たちにとってはとても厳しいわけですよ。で、自民党っていうまあ政党はですね、売国政党であり、自民党の議員というのはまあ99%で言いましょうね、えー、売国党です。日本国民のことなど全く考えていません。で、実際、こちらっていうのもあるんですが、あ岸田、あるいは自民党っていうのは国民のためにはあしないんですよ。例えば、日本の宗主国である米とかね。 でそのまあ、米の意向に沿ったことをするとか、で今回お伝えいたしますが、鵜、えー、にです、ね、多額のお金を渡すんですが、意味がわからないんですよ。そのお金を国内に使えて、日本国内にね。だから岸田っていうのは、本当にあの売国の極みです。まあ、安倍もそうでしたが、も,うもしかしたら安倍を超えたんじゃないかと、岸田がね、うん、今までの内閣総理大臣の中で最も売国してるのが岸田の可能性があるということですよで。皆さんも思ってるでししょうし 僕も思ってますが、今っていうのは、とてもね、生活が厳しいわけですよ。生活必需品の値段がどん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 上がっていって、給料の手取りが実質21ヶ月連続下がっている、スタグフレーションという、まあ、そういったね経済状況下になっておりますので、これを何とかしなければいけないんですね。で、これを何とかする、その経済政策が政府には必要なんですが、全くしないわけじゃないですか。で、この岸田の、まあ、マイナスをね、指摘されるっていうところに、まずこれがあるんですよ。ねこのことをちょっと考えていこうと思います。岸田っていうのはですね 資産倍増計画とか言いましたけど、そんなことを語りながら、え国民のです、ね、手取りが21ヶ月連続でマイナスになっているっていうことで、おかしいでしょで、このお資産倍増計画っていうのも、これもおかしいんですよ。あの今のこの困窮化した日本においてはです、ね、資産、まあ、貯金ですよね、預貯金、貯金を持ってない人もいるわけなんで、その人たちに対して、資産って無,無理じゃないですか、何をどうやって増やすっていう話じゃないですか。そんなことよりも、例えば消費税を廃止するとかね。 陰謀制度をを廃すするるととかかそそのののの国民税に給付金を配るとかそういったものの方が必要なんですよあの資産が増えるって、資産がない国民がいますからね、ぼ僕も含めて、でリ,リスナーさんの中には資産がある方もない方もいらっしゃるかもしれませんが、資産がじゃあない人はどうするのって話じゃないですか、そもそもおかしいでしょう。でこれってのも、この時から言われてるんですが、投資しろって言っても、投資するお金がないんですよ、この厳しい経済状況下においてね。 うん、投資なんてできないじゃないですか、でそれギリギリで投資をしてね、もしそのお金をなくしたら大変なことになりますからね。だからそんな投資とか資産とかではなく、日本国民の生活を第一に考えるべきなんですよ。しかし岸田っていうのは、国民に対する経済政策を何もしませんよね。国民に対する経済政策って何かあっ,ったらたあの、分かりやすく言ったら、減税です。消費税の減税、消費税の廃止です。 所得税とかなんかやりましたけど全く意味がない。あ一部のごくごく一部の人間がまあ恩恵を受けるのかどうかわかりませんけど、その後にそれをまた口実に増税したりするからね。うん、だから意味のない、えー、ねその所得税減税をしたりして、その後増税を繰り返すっていうね、どうしようもないじゃないですか。か日本国民全員に恩恵を受けられるために消費税廃止、あるいは消費税減税が必要ですが、それをしない。だからあの岸田っていうのは、ですねおそらくまあその創始国米の意向だと思いますが、前国会でですね、えー 経済、経済、経済と言いますが、違います、経済で日本を壊そうとしてるんですよ。それを山本太郎さんが突っ込んでましたけど、本当に、えー、そうですよ、経済において国民が困るような困窮するようなことをしている、そして増税、あるいは重税を課す、えー、なりふり、えー、構わず課す、国民生活がもうどうにもならない、でそれを裏でコントロールしてるのは宗主国、米、あるいは東丸、そういったものですね。だから自民党と東丸と米っていうのは、これ、三位一体ですから、日本国民のマイナスになるようなことを繰り返すんですよ。 そしておそらくですが、まあ、そういったことで国民が疲弊していくことによって、国民が政治とかに関心を持たなくなる、持てなくなることによって、また自分たちが安定し,よう安定して、ね、政権を維持しようと、自民党、東丸、米の三の位一体でそういうことをしている可能性がある。だから、当然自民党というのはおかしいんで解体、政権交代が必要ですが、その背後には東丸と米がいる、そういうふうに考えます。 僕たち、えー、日本国民の生活がとても厳しい中、ですね、えー、何かを、まあ、するために必ず財源とかっていうことを言いますが、気がついてみれば、外国にお金をまいてるんですよ。意味が分からないでしょ。だって、金がないんじゃないの、まあ、金があろうがなかろうが関係ないんですけどね、通貨発行権があるから、別にそんなところでね、えー、財源がどうのこうのっていうことは間違えてるんですが、今回、えー、ね、えー、今日かな、うんで、少し前からこれ言われてましたが、岸田ならうのはう、うに、えー、すごくお金を出すんですよ。意味が分からないでしょ。 で岸田がそうやって「運にお金を出す理由っていうのは宗主国米の裏側からの支持であると考えられます。でどういったことを「う」に金を出すのかっていうと「う」のインフラ整備に、ね、整えるために金を出したり「う」の橋を作るためにね金を出したり「う」の雇用を創出するために金を出したりいやその金を日本に出せよって。 日本の内閣総理大臣で、まあ、日本国民のことを、ねえー、思うのであれば岸田っていうのははっきり言って日本国民のことなんて1ミリも考えてないんですよ。僕たちがそう思った方がいいんですよ。実際そうですからね。うん、そ,そうでしょ。日本国民のことを思うんだったらもっとやるべきことがある,あるじゃないですか。それを全くしないわけですよ。でそもそも、まあ、これは皆さんどういうふうに思われるか分かりませんが別に日本というのはうと親しくする必要が全くないんですよ。なんでかというとう中立の立場を取るべきだからです。 とと親ししくすすするるっていうことは今度ロと関係がギクシャクしたりするわけですよで。例えば分かりませんけど必要以上にまあロと、まあ、親しくするまあロと親しくねまあ b r i c と親しくした方がいいですけどまあもうしてもらえないと思いますけどブリ,ブリックスと親しくするんであればいいかもしれないですがそもそもそういったことではなく一定の距離を置いて中立の立場をた保つべきなんですよなんかウと親しくすることによってロとの緊張関係が生まれるでしょ日本にだからそんなことはしてはいけないんですよ で岸田はなんか何を思ったか知りませんが、日本はうと強制するとかって言ってるんですが、別にそんなこと必要全くないでしょう。少し前から、ね、外国に向かって強制するとかっていうことを言い出したりしてるんですが、強制なんてしないでいいんですよ。別にその日本をグローバル化する必要がないんですよ。どちらかっていうと、今、これ日本において何が必要かっていうと、日本の伝統文化、その日本古来持っているもの、でグローバル化の逆です、その日本のナショナリズムも重視しないといけない。 そしてそういったことをしながら日本国民の暮らし、生活を考えないといけない。しかしそんなことを全くしてないわけでしょ。そして、その、まあ、米ですね、米の,あの意向、支持のもと、日本がうと、まあ、親しくすることによって、うと親しくしたいのも同時に、今度は、ロと緊張関係を持ちたいんですよ。だから、ね、プーチンが悪いとかって世論を形成するでしょ。今、そういうのじゃないですか。まさにこの世論を形成している人間いますよね。有本香里っていう売国土ですよ。 あのゼレンスキーがどうのこうのとかって言って,言ってるでしょ、別にゼレンスキー関係ないわけですよ、だからそのこ,のこの関係ないという立場を取る必要があるんですよで、例えばそんなことはどうとかって言うかもしれないですけど、じゃあ何を関係ある、何を考えるかとは日本国民の生活ですよ、なんで、ね、日本国内において日本国民が大変な思いをしてるのに外交の話をしてるんですか、どうかしてるでしょ、うん、本当に考えることっていうのは日本国民のことだし、あるいは能登の復興のことですよ、全然進んでないでしょ。 うん、それはそれでちょっと別の時にまたお伝えしようと思いますがおかしいでしょそういうことでこれ今回分かったんですが「う」の復興支援に10年間で、ね、72兆円の資金が必要っていうことなんですが確か日本って保証人に入ってるんで下手したらこれ72兆円全部日本が負担するんですよおかしいでしょこういったものにな保証人になってること自体がおかしいんですよそれはなんでかっていうと日本がね米の属国だからです で、ウの背後にも米がいて、米の指示のもと、ウ、ね、と日本のそういうのをしているんですが、少しはそういったことを断らないといけないんですよ。まさにそれこそ外交ですよ。全く外交してないでしょ言われるがままじゃないですか、本当に。話になりませんよ。なぜ日本国民のことを考えないのかということ。で、こちらもですね、SNS に投稿されている方がい,いらっしゃいまして、まあ、僕もおおこれは思うし、皆さんも思うと思うんですが、今、日本というのはどうなっているのかというと、失われた30年。 で全然経済成長してないどころか国民の,その給料も下がっている、でえー、日本国民が今、貧困化しているわけですよで、インボイス制度とか消費税の関係で、えー、個人とか中小企業倒産しているわけですよ、どん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 倒産しているわけですよで、先ほどの手取りが21ヶ月連続マイナスっていうようなこと、でそこに分からないよステルス増税とかね、そういったものを貸してきて、社会保険料を上げたりして、国民負担率がどんどんどん,どん,どん増えているわけですよ。 やっていいけないんでしょでさらにそこに、えー、少子高齢化の問題、えー、少子化問題が出てきて、おそらく自民党の狙いっていうのはこういうことですよ。あ、少子化で困ったな、うん、じゃあ外国人移民を入れようって、そういうことなんですよ。少子化で困ったなって言うんであれば、せあの対策を講じろって話ですよ。少子化対策っていうのが方法がありますから。 消費税を廃止して子どもにかかる学費の無償化をすればいいんですよ、そうしたら経済的に苦しくなくなった国民が、ね、子どもを持つようになって少子化対策になるわけじゃないですか、それをしないからおかしいわけですよ。でさらに、ね、消費税をまあ廃止せず、インボイス制度っていう国民が反対するものを無理に、ね、押し切るから国内がもう、ね、め,ちゃめちゃくちゃになって、ね、国内で自丸する人も出てるって、そういった今、状況なわけですよ。そうういいいっったた中において岸田は何を言ったのかっいうとと 右の未来に投資しししますって売国度としか思えないでしょ異常ですよ、本当に。でこれ、どういう構造になっているのかというと、まあ、その米の,その有事の金を日本が支えているということなんですよで。そういうことをやめて、当たり前ですけど、日本ですから、日本の未来に投資するべきなんですよ。日本に投資しろって話ですよ。岸田っていうのは、日本に投資する気が全くないんで、さっさと買われって話ですよ。だこれっていうのは、97.7%の人が思ってて、本当はもう100%だと思いますけど、 岸田がね、政権に長くいればいるほど日本が崩壊するんですよ。で、そういった状況下によって僕たち国民が何もできないんですよね。もし日本が国民主権ならこんなことはないはずなんですよ。岸田をもうすぐにでも政権交代できるはずなんですが、できないでしょ。本当におかしいですよ。で、これあの、よくですね、例えばその分かりませんけど、右側がとかっていう人間がいますが、 日本が有事になったらどうのこうのっていうんですが、今のこのペースを考えたらどうなるのかっていうと、有事になる前に国民生活が持たなくなって、先に国民があの世に行きますね。うん、有事にならなくたってもう無,無理ですよ、この経済状況の厳しさ。で、その国民の97.7%が、ね、評価しない、支持しない岸田がトップにいるっていう、この日本の,この最悪なこの構造ですよね。そしてどん,どん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 経済的に日本国民が追い詰められる、この構造を考えれば、出る答えっていうのは一つなんですよ、自民党以外に投票することです。 こういったことまで考えて、やっぱり自民党がいいかな。もうだから自民党ってのはおかしいですし、自民党をそういう意味で支持してる人間も僕はおかしいと思ってますからね。その先はいろいろあるんですよ。例えばどこの政党に入れようかなっていうのは、それは考えが分かれるかもしれません。別にそれに関しては、まあ、僕は令和山本太郎さんを応援してますけど、他の人は他の人で考え方があるんでしょう。別にそれに関しては、ね、えー、別にどうのこうの勇気はないです。ただ、この状況を考えたら、自民党を支持しないでしょ。うん。なんで支持するの意味が分からないでしょ。 で、えー、これ僕考えててね、ちょっと答えが分からないんですけど、次の選挙でって言いますけど、これ次の選挙になる前にもう持たないかもしれませんからね、なんとか日本国民でできることはないかなと思うんですが、僕にはちょっと分からないんですよ。知識がないしね、それ頭がいいわけじゃないから分からないんで、誰かもし分かった方いたらね、えー、コメント欄で教えていただけると本当、あの幸いです。今どうなっているのかっていうと、 本当に日本国民が生活に困窮している、そしてそれを全く考えない自民党、日本政府、岸田、そして日本が今、終わりそうになっているという、今、この状況にあるんですよ。だから日本国民がこ、ね、岸田に対して97.7%評価しないということで、向きとしてはいい方向に行きそうなんですよ。だからそのどこかのタイミングで自民党政権を交代させて、日本国民のための政治、僕たち日本国民が過ごしやすい、そういった日本に向かうことが必要であると思います。 まあ本当にひどいと思いまして、まあ、今回はちょっとこういった、ねまあ、ネット調査というかそういったものがあったので、まあ、そちらについて思ったことをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。